大谷嫁、今晩何食べたい？大谷、塩パスタでいいよ。家事めちゃ楽しそう。なぜか大谷は塩パスタしか食べないキャラにされてるけど、本人の趣味も料理だし、いろいろと凝ったもの食べてるグルメやぞ。大谷嫁、お前の人生つまんなそう。奥さんがいても自分で料理してそうではある。大谷嫁、塩パスタで、いいよ。メジャーリーガーの嫁は嫁同士の選手会みたいなのに参加しなけりゃいけないから、そっちが大変やぞ。むしろ家事なんかしてる場合じゃないやろ。大谷翔平の好物、チョコレートパフェ。塩パスタって単にカーボ管理のためにサプリメント感覚で食ってるだけで好物ではないやろ。塩パスタとかゆで卵でいいんだからクソ楽やろ。塩パスタなめんなとか主婦様が切れそう。同性愛者だと思ってたのに。大谷は自分で料理して嫁に振る舞ってそう。大谷が不倫したら叩かれるんやろか。塩パスタって痩せるかな。再来週の健康診断にやってみようかな。さすがに塩パスタはでいいよな。体作るのに栄養の管理とか難しそうじゃないか。塩パスタを食ったという話題があっただけで、塩パスタしか食わないなんて誰も言ってないぞ。ご視聴ありがとうございました。